Here he comes, Kore-eda Hirokazu, director of Monster, one of the films that is expected to win an award. What does it mean for you to launch your film at premiering at Cannes? And then you are starting the film festival circuit from here to the worldwide. Must ではないんですけども、ここをスタートにできると、とても遠くに映画が届けられる、短い期間で。その広がり方というのはやっぱり他では経験できないので。Kore-eda already has a Palme d'Or for Shoplifters, a film that was also nominated for a Golden Globe. In Monsters, he asks the question, who is at fault? The parents, the teacher, the school system, or the kids? As you said, this is a short period of time, but actually I believe that you are staying here for 12 days this time in Cannes. How do you spend your days in Cannes?今、こんなに長くいることは初めてだと思うんですけれども、今は昼間、まあ、10時から昼間は、ちょっともう、カンヌから日本に戻ると公開が始まってしまうので、今行けなかったその日本の地方都市のキャンペーンの代わりにここからリモートで取材を受けるというのを昼間はやらせていただいて、夕方夜はだいたい1日1本自分のこう知り合いの監督の作品だったり、の上映に立ち会わせていただいて、あとは街中で買い物、ちょうどあのスタッフ、このモンスターに関わってくれたスタッフが今2人ちょうど出産を終えたところなんで、2人とも男の子なんですけども、その子たちのためにベビー服を可愛いお店がたくさんあるので、昨日も一昨日もベビー服を買って帰ってます。そんな毎日です。獣ですよ。怪物だれだ。頭に豚の脳が入ってるのはあんたの方でしょう。映画、もちろん映画作ることがスタートでありゴールなんだけども、そのことを通していろんな人たちに出会っていろんなことを考えられるというのがいいですね。そういう体験をもっとしたいなと思ってます。Your film, Shoplifters, was nominated for the Best International Film in Golden Globe. And what was the memories or the impressions you had with Golden Globe at the time? 初めて参加したんですよ、ゴールデングローブ賞。もちろんその、Shoplifters はとてもいい展開を世界中でさせていただいたので、アカデミー賞の授賞式にも出席させていただいたんですけれども、ゴールデングローブの授賞式の会場には、ブライアン・メイさんがいて、レディー・ガガさんとか、レディー・ガガさんとはツーショット撮りましたもうただもうそういう場所に行くともうただの本当に映画ファンなので、まあ、カンヌもそうですけども、でもそれもまた一つ先へつながっていく出会いでもあるので、ちょっと日本人らしく奥ゆかしいところもあるんですが、あえてそこは脱ぎ捨てて果敢に行こうと思います。ありがとうございます。はい、Thank you very much. Thank you.